さあ、じゃあ今回もバットマンアーカムナイトやっていきたいと思います。さあ、ミッション選択らしいですね。今、キャットウーマンが捕まっていて、で、バーモラも捕まっているというところですよね。で、なんかミッションを選べと。これか？リドリーに勝利し、キャットウーマン救出せよ。勝ってな、これしかないね。リドラーだね、そして。リドリーではない。で、こっちが最重要で、こっちも最重要なの？近い方から行こうかな。さあ、じゃあオラクルを先に助けに行こうか。アーカムナイトの車両の手がかりを探しにマーシーブリッジへ向かう。ミス・ゴードンの安否は私どもも懸念しております。さあ、結構遠いですね。車、まだ呼べないよね。さあ、あのマークのところまで行こう。まあ、ああいうマークは本来、ゴードンがバットマン呼び出すときとかに浮かぶやつだね。これ何？バットマンで行くボタンじゃないか。モービルだね。アルフレッド、今橋にいる。少々お待ちを。念のためご警告しておきます。先方には大変な数の軍がおります。よく分かった。誘拐される前にミス・ゴードンが作成していたファイルへ何とかアクセスできました。ドローンの弱点を見つけていたようです。バルカン砲をセンサーアレイに直撃させれば一撃で倒せるはずです。バルカン砲？マーシーブリッジを殺された。なんだあいつ。ランドドローン交戦できます。側面攻撃。ダイヤモンドバックオフライン。ミサイルは撃ち落とさないといけないんだね。さあ、勝。いや、でもここの区域にあと38個ある。嫌がりアイランドに向かっています。目的ここになってるな。鑑識スカニア、スキャナーで、あ、そうだね、そういえば車を追ってたんだもんね。降りるんだ。さあ、この道の先らしいな。ドローンはいない。いるね。この先に、いると。ドローンもいるね。あいつら案外こっちに気づかないもんだな。あぶれ、痛い。甘くなったね、今。ターゲットがキングストンのドローン部隊を壊滅させた。あと31、あ、まだいたんだ。あと30機。爆弾パワーウィンチで。すぐに接続完了します。小規模な抵抗が予想されます。危ない。ああ、ここに向かってくる敵がいるか。ドローン、食らったか。よし。結構追い詰められたな。ミサイル。危ない。ドローンが落ちた。あ、まずい。ミサイル。危ない危ない危ない。直撃だ。よし。こう、きついきつい。ドローンが攻撃を。
サイル撃ち落としたろ。ミサイルで撃ち。後ろのやつが厄介だな。2人いんのか。おっとあ、まずいまずい。ミサイル、マンバドローンにダメージ。マンバに攻撃。危ない。ちょ、食らってない今。大丈夫。ターゲットに命中。いけるぞ。ダメだ。結構やっぱりきついな。敵がドローンを攻撃。ラトラーに直撃。走行はまだいける。ラトラーに直撃。危ねえ。よし、あと一機。ああ、最後あいつか。さあ、これで勝利か。爆弾の弾頭が現れた。パワーウィンチから爆発を制御できるだろう。さあ、OK。爆弾は破壊されました。こっち。お前はもう俺から何も奪えないぞ。次はお前が死ぬんだ。よし。さあ、ここの区域内にあと26機のドローンがいる。すべて倒したらもう安全になるのかな。車両はこの先で衝突した。降りるか。車は空だ。アーカムナイトはオラクルを連れて逃げたに違いない。車をもう少し調べなければ。証拠を調べる。空いている道を外れた。なぜだ。運転手はシートベルトをつけていなかったらしい。遺体を見つけなければ。復元を見直す理由はないんで、その飛んでいったやつはちょっと戻せませんかね。これか。ドゥワーって飛んでって、あーで、ここに、あ、いるね。運転手の顔の右側に唐辛子スプレーの跡があるな。オラクルは助手席にいてわざと事故を引き起こしたんだ。賢いな。彼女の座席を調べよう。次は席を調べに行くんだな。さすがオラクルといったところかな。ドアは衝突の時に外れた。詳しく調べるには場所を探さないと。ドア、ドアは結構飛んでるんだけど。発見。蝶蓋が外れている。オラクルは衝突の前にドアを開けて脱出したんだ。復元データを調べ、彼女がどこに着地したのか突き止めなければ。いやー、すごいな。何でもわかるんだな。ここね、当たった時に出てるね、あれだね。この転がってるやつ。ちょうどこの芯あたりがわかりやすいね。これ。お。コロッと転がり消えた。オラクルは衝突の前に車から逃げた。これ止まってる。何者かに撃たれたんだ。着弾点を分析して弾道を調べよう。口径はアーカムナイトの拳銃と同じ。
弾道と衝突速度から割り出した身長も奴と一致する。この距離で外すわけがない。奴は警告のために撃ったんだ。何か見落としているぞ。オラクルは脱出できないことを知っていた。それでわざと衝突を引き起こしたんだ。どこかにヒントを残しているはずだ。なんだと？さらにあんのか。これ以上はもう難しいな。さらに這い出しながら残した手がかりだ。ここに這うまでの撃たれる前に何かをしていたのではないかなということか。なんか手をここにやってるね。お、あ、これ？うわ、すごいな。やっぱ作り込みがね、違うね。ルーシャス、オラクルが残したスクランブル装置のデータだ。解読すればアーカムナイトの居場所を特定できる。うん、こういう作業はミス・ゴードンが得意でしたが、やってみましょう。少々お時間をください。用意ができたらウェインタワーで会おう。重要な指名手配者の情報が欲しい。少々お待ちください。最新情報が入ってきました。フードをかぶった謎の人物をグランドアメニューの屋上で確認。燃えるマットシンボルの傍らに立っているようです。この侵入者が敵か味方か確認した方がよろしいかと。それからブリストルの消防署の火事の報告も入っています。放火の容疑者らしき者が建物の電力供給を遮断して消火システムを停止させたようです。調べるべきですね。そうですか。またミッション選択らしいですね。まあじゃあ、今回はここまでにしよう。